はい、バットレットローゲームチャンネルです。今日はですね、プラレール、僕はプラレール運転士新幹線で行こうやっていきたいと思います。で、今回ね、ドクターイエロー、ドクターイエローって駅止まんの？まあやってみましょう。ブレーキレバーを解除してね。あ、はい、もうドア閉めないんですね、やっぱりね。まあ新幹線のお医者さんなんて言われてますからね。でも京都駅止まるんだ。え、ドクターイエローって駅止まんの？止まることあんの？これは五重塔とか三重塔とか。三重塔って知らないよ。五重塔だと思うんだけど。なんでしょうね。まあ京都だから寺ってイメージありますけどね。ドクターイエローまで運転できんだよね。あ、カーブスピード下げる。まあレベル2ぐらいにしといて、ノッチ2ぐらいにしといてね。135キロ。はい、じゃあ行きましょう。ライトもつくんだけどね。もう京都つくんじゃないですかね。あ、もう駅着くわ。一応止まるんですね。お客さん乗ってきたら面白いけど、さすがにないか、それは。止まる必要あるのかな、ところで。ブレーキレバーを、ね、ああ、もう発車なんです。何のために止まったのかわかんないですけどね。まあ、ちゃんと駅に止まれるかどうか、線路の状態を見たりしてるんですかね。まあ、なんだってね、新幹線のお医者さんですから。でもね、生で見たことないんだよね、ドクターイエローってね。あ、N700系が出てきました。270キロ出んだ、でもドクターイエローって。次、名古屋に止まんの。あ、もう駅に着きます。早い。駅に止まる必要もね、なさそうだけど。まあ、いいでしょう。止まれって言うんだからね。止まるしかないんですけど。ブレーキレバーを解除してね。ドクターイエロー、なんか、特になさそうだ。あ、静岡も止まんの。これ最速で終わんじゃないね。ドア閉めたりもしないし、これ一番簡単かもしれない。5分ぐらいで終わっちゃうかも。中信号上通過。あ、なんか海が見えてきました。富士山見えるかもしれないですね。あ、もういい気だ。なんでいちいち駅に止まるのかわかんないですけどね。ドクターイエロー生で見てみたいですけどね。それでも、お、お、ギリギリって感じで、ちょっとブレーキ遅れたから厳しいかなって思ったんですけど、やっぱ次は東京なんだ。品川、あ、そっか、品川、このゲームが発売された時は品川あるわ。
ってこれ2014年とか15年に発売されてるはずだから、品川駅はあるはずなんだ。お、ここで富士山見えるかもしれないね。ああ、やっぱり富士山わかる。270キロ、やっぱね、東京だからビルが並んでます。高めの超高層ビルっていうほどのもんじゃないけど、高いビルが並んでます。さあ東京、あ、なんかあれは700系でいいの ?N700 系でいいのかな?すっごいぞ。あ、早いですね。おめでとうって出ましたね。おめでとう。お、ドクターイエロー。エンディングです。やっぱ車内の中、車内は見せてくれないよね。うん、運転席とかないもんね。線路や架線に故障などがないか調べる新幹線のお医者さんです。923型ドクターイエロー。はい、ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。